KLCC 公園はマレーシアの首都クアラルンプールの公園である。KLCC 公園は競馬場の跡地を公園用地として転用して作られた公園である。面積は約10万平方メートル。園内には池が作られており、周遊路も整備されている。KLCC とはクオリルンプルシティセンターの頭文字を取ったもので、その名の通り、 クアラルンプール中心部に位置する。公園の北西にはスリア KLCC、公園の北には KLCC 駅や KLCC 地域冷房センター、公園の南西には KLCC 水族館があるなど周辺には様々な施設が立ち並ぶ。またペトロナスツインタワーは高さ452メートルの超高層建築であるため、 クアラルンプール市内の広い範囲から見ることができるが、タワーは公園のすぐ北西に立っているため公園からはタワーがよく見える。タワーは夜間にライトアップされており、公園からはライトアップされたタワーもよく見える。KLCC 公園の最寄り駅はアンパン通り付近の KLCC 駅である。隣の駅はアンパンパーク駅とパークの名がついている上に同じく、 アンパン通り付近にあるが、こちらは、最寄り駅ではない。なお、キロリットルモノレールの場合の最寄り駅は、ラジャチュラン駅である。ありがとうございます。